おら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 。あ、怖い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 。おらおら、モマン元気元気元気、おら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 。レッツゴー。やべ、もう頭のさ、情報更新がさ、もう二次プロジェクトしかねえから、もういつも同じ曲を歌っちまう。人生は冒険だ。地図はないけれど、だからまだ探そう。信じてコンパスオブヨアハート。おわ。わ。マジか。早い。ああ、はいはい、死んどるやん。はい。はい、あれ、今、チャゲパーさん、弁当から出て、使いませんでした今。いや、弁当使ってないですよ。本当に？は？今？今、ウェポン。リアクターなった時ですよね、多分。そう、ウェポン。僕、ちょうどあれですね、シューティングをやって、その後、ダウンロード行こうかどうか迷ってて、そこで、結局リアクターに行ったって感じです。弁当は使ってないです。まあまあ、いいや。はい、うん、じゃあ、はい、いたね。最初の方向、はい、寺蔵、左側メッドベイに僕一人しかいませんでした。左側に来る人いなかったように思います。8秒ぐらい待ってからメッドベイに入ってます。下に自分は行ったんですけども、その時に高田さんも一緒に下に行ってました。早めに高田さんも行ってたんで、最初、カフェテリカ下行ったんですけど、その後すぐに、まあ、アドミンぐらいでもう別れちゃって、その後自分は最終はリアクターに行ってました。そこにナイトメアさんから、そうですね、最速で来てて、僕が来てノッチンさんと2人で直しました。僕が来た時に、ノッチンさんが、真ん中で立っていて、僕と2人で直したんですけど、多分他にはリアクターには来ていないと思います。ナイトメアさんはどうやってリアクターに行きました？僕は初手右スタートで、すぐに、ウェポンズのタスクやってから、ぐるっと下回ってストレージぐらいに来た時になったので、その下側を通ってロア、エレクトリカルマイトってロアで、リアクターって流れです。下ルートで行ってます。了解す。じゃあ多分ナイトメアさんが犯人だと思います。その理由は、リアクターが鳴った瞬間エレクトリカルから出ていく高田健史を見ているから。それはどこでスナパイさんを見たの？僕スナパイさん全く、エレクトリカルの中にいます。僕はずエレクトリカルの中、はい、出ていく高田健史が出ていったと同時にリアクターが鳴ってるので、下を通って高田健史を見ていないならナイトメアさんだと思います。僕見てないですね。ちょっと早すぎるかな。もう一回話しましょう、うん、なんか総計じゃない、はい、うん、ちょっとここで釣っちゃうとさすがに全員調べてないからって感じだけど、結構ナイトメさんは疑ってる位置かな俺は。そう、そうか、ナイトメさんか。やべ、これまた薄い要素でちょっと疑っちゃいそうな。終わってた。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。はいはい、畑さんこれいいですか？はい、だって右に行って、ナイトメアさんがウェポンで作業しているのを通り過ぎて、僕ナビゲーションまで行っていて、でその後下に行ってシールドストレージ、ここストレージ入る前ぐらいでリアクターが鳴ったんで、そのまま左の方に行ってエレクトリカルで誰か死んでないかって確認したところ、スナパイさんがいらっしゃって、で出てロアエンジン入る手前ぐらいの通路まで行ったんですけど、死体は僕見てないです。だからそれ以上上なら分かんないですけど、ロアエンジン入れてないんで。リアクター直した直後に十字路で殺すと思う？わかんないなんだ。
で初手右にいたのが僕と畑底さんとセンターも多分右にいたかな、うん、あともう一人ぐらい行った気がする、メイヤーさんかな、サントスさんもいたよ、サントスさんと俺が一緒にアッパーエンジぐらいまで走ってるよね、いやサントスさんずっと O2 にいたはずだけど、あれあーそうだっけ、あれ誰だっけ、俺と一緒に走ってたの、私左走っていったけど寺澤さん逆走でなかったっけ、なんかウェポンの方走ってなかった、いやウェポンのところで、サントスさんが左に行くの誰かと合流してからあのリアクター行きたいなと思って右側をウェポンに行って誰かと一緒にアッパーエンジぐらいまで走ったんだけど、あなるほど、あサントスさんじゃなかったっけ、はい、左端の、はい、あすいません寺澤さんたまたま見切れてたかもしれないです、はい、あの話ちょっとラグあったかもしれないね、はい、俺後ろから押してたから、はい、話してる内容に矛盾はないです、はい、でじゃあ最後ら辺ジャケポヤさんもさっきのイベントの下りの感じで行ってはいます、初手、ね、どこ行きました、はい、ジャケポヤさん初手は、カフェテリアからウェポン行ってそこでシューティングをしました、でその上のところダウンロードでナイトメアさんがいるのを見ててシューティング中に確かメイヤさんとサントスさんが、うん、はい、僕の前を通り過ぎていったと思います、はい、でシューティング終わったタイミングでリアクターなったんですけど場所的にダウンロードするかどうか迷ってでリアクターに行ったっていう感じですね、うんうん、無投票はしないでね、結構入ってるな、1回だけ話しましょうか、はい、僕押してないんでタスクせずに押しましょう、ナイトメイテスさんってそんなに怪しい位置なのか、ああそういうスタンスなんだね、なんだろうね、まあ、ただなんか総計ではあるけどスナパイさんがそれでインポスターになるかって言ったらちょっと微妙だよね、まあいわゆる僕がよくやる揺さぶりの一手かもしれないし、現状どう思ってるのか聞きたいよね、うん、はい、スナパイさんが言ってるナイトメアさんが怪しいっていう理由をもうちょっと詳しく言ってほしいかな、ん、リアクターのブザーが鳴ったタイミングでエレクトリカルを出ていた高田剣士をリアクターにたどり着いたナイトメアさんが目撃できていないからです、それ僕が通り過ぎた後に高田さん出てるだけではなくて、いやナイトメアさんはリアクターで殺されてる可能性が高いってことだよね、つまりリアクターまでたどり着いてる人ってそもそも誰なんだっけ、僕と多分のちんさんしかいない、オレンジですね、俺は、かなり早くリアクターについててもう鳴ってまあ 1,2 秒みたいな感じだったんですけど、まあ、もうちょっとナイトメアさんが下から来たんですよね、はい、僕下から来てますね、下から来たの自分は見てないんですけど入った時は見ていて、ただそのナイトメアさん来たタイミングはまあ少し時間がありました、すぐではないです、でもそれでいいんだったら畑坂さんの情報と照合して下位置まで、うん、推測しないとスナパイさんがナイトメアさんを疑うのは、なんでロアエンジンと十字の間ぐらいまでで殺せるじゃないですか、うん、そんなことするかなじゃあ俺がちゃんと説明すると、あお願いします、ね、高田圭さんはリアクターが鳴った後エレクトリカルを出てストレージに向かってならば当然ストレージにいた段階でリアクターが鳴ったナイトメアさんはそれを目撃しているはずです、それが目撃がない時点で高田圭さんはリアクター方面に向かっています、いいですか、でリアクターに下からたどり着いたナイトメアさんが高田圭さんを目撃できていないのであれば高田圭さんをが通ったルートにナイトメアさんが絶対通っているのでナイトメアさんが絶対犯人だと思っています、なるほど、以上ですか、そうなのかな、場所はどこ、ロアエン、あ十字路ってことだよね、十字路でも下から来てるのがもうナイトメアさんで確定するんだったらそんな十字路みたいな分かりやすいところじゃなくて結構危険な気がします、部屋とかでもなくて十字路でしょ、だって、いや危険とかじゃなくてできるのがナイトメアさんしかいないと思っているの、そうかなって思うんだけど、まあ確かにスナパイさんとナイトメアさんで一緒に行動したらスナパイさんが言ってる以外でしょ、宝さんの目撃証言がないから、そもそも僕はナイトメアさんに投票した人が言ってください、え、なんでそりゃインポスターなんじゃない、ラスと話してもいいかもな、投票した人がとかじゃなくて、もう議論中にそれは出さないと意味がないので、そうだね、
じゃあ誰が投票したんですか？サントスです。もう1人は私は2票ぐらい入ってたよ。なんでなんで、私、あ、私、いや投票とかじゃなくてスナパイさんでいいと思うけど、僕に反抗は可能ではないので、僕が絶対に一緒に行かなきゃいけない理由ではないと思います。え、だってそれはスナパイさん目線でしかないから、そうそうそう、それ嘘の可能性もあるから、ほかして。違います。あそこさんはエレクトリカルの内部にいる僕の情報を見ていて、さらにロアエンジンまで行ったと証言しています。それスナパイさんの目撃証言であって、高田さんの目撃証言はなくないですか？違う、スナパイさんを疑ってるわけじゃないんだけど、スナパイさんとやっぱりナイトメアさんが一緒に行動した、うん、ペアになるべきだし、そこでペアになるの断る理由がないと思うんですね。スナパイさん視点、僕を狼だと思っているのであれば、うん、じゃあ他が疑ってないなら別にフリーでいいですよ。なんだスナパイさん、スナパイさんに聞きたいんですけど、まあ、わかるけどね、はい、スナパイさんに言ってることも、高田さんが出てってエレクトリカル出てってから、あの畑迫さんがエレクトリカルに入ってくるまでの時間ってどのくらいだったの？僕は見ていません、畑迫さんを。あー、なるほど。そうなんですね。スナパイさんはそのどこら辺の位置にいて、畑迫さんを見ていて、畑迫さんはスナパイさんをどこの位置で見たんですか？僕は畑迫さんを見ていません。畑迫はエレクトリカル奥のタスクをしているスナパイさんを確認してます。で、ブーってなる何秒前ぐらいに高田さんはエレクトリカル出てったんですか？なり始めと同時ぐらいです。エレクトリカルが鳴った始めてすぐぐらいってこと？結構リアクターまで行ってそうだね。うん、だとしたらスナパイさん目線で畑迫さんも結構怪しい位置になるんじゃない？だとすれば畑迫さんがスナパイを疑わないっていう証言をする必要がないと思います。まあだって畑迫は最後ギリギリで入ってきて、スナパイさんに目撃されてないんだから、そんなに長い時間エレクトリカルにとどまってないでしょ。だし、うん、多分あれじゃない、見られたと思ってた可能性もあるんじゃない、畑迫さん視点でスナパイさんに。あそういうこと。じゃあ、寺蔵ナイトメアで行動しようか。俺、投票もしてないけどね。うん、ありがとう。わかりました。じゃあ、僕、はい、寺蔵さんについていきますよ。はい。なんだろうね、まあ。タスクを遅れることは覚悟してください、ね。ドラーしたいくらい、なんか、よくわかんないけどな。何なんだろうね。わかりますけどね、まあ、他視点もね考えないといけないから、もちろん可能性がねかなり高いのはその通りではあるんですけど、何なんでしょうね、単純な、何なんだろうって感じですけどね。行きたい場所がねえな。あ、ありがてえ。この停電は。だから、クルーメイト視点でありがたいって思うサボタージュをしない方がいいよね。むずいけど。黒緑紫。さすが保育卒、保育園卒は違うんだよな。黒緑紫水色、死んでないじゃん。死んでない。死んでないね。いいですね。あ、寺蔵さん、僕変わりますよ。助かったんで。
お、素晴らしい。何なんだよ。何なんだ最初から組んでくれよ。いや、あの、寺蔵さんが村の可能性が大いにあると思ったので、変わります。あ、うん、はい。寺蔵さん結構村っぽいですけどね、さっきの。あ、だから、発がね、多分進行遅くなっちゃうと思うので、終わった分変わります。あ、いや、僕ばっかりやらせてもらって、ナイトメアさんがそんなにやってない印象でした。なので、そうですね、僕は全くやっていない。そんなに遅延してません。あ、了解です。まあどっちにしろ僕は終わってるんで爆速で進みましたけどねタスクね今ね、うん、多分ここだけ気になった情報として置いといてほしいんですけど僕センタンさんと結構一緒に動いててサントスさんと、センタンさんと一緒になったタイミングロワーエンジンですねそこでロワーエンジン の、 あの扉が閉まったって感じです、うん、なのでセンタンさんは僕目線結構白く見るけどいやそれはドア閉めはあんま情報入れない方がいいですよはいストレージも閉まりましたので多分同時に閉まってるだけだと思います、うん、多分ガンガン閉まってる同時に大体閉まるだけ同時にみんな閉めるから適当に閉めるかストレージ閉まってる情報はあんまり気にしない方がいいと思います OK ですすいません相方がやってる可能性もあるしねうんまあでも一応心に留めとく程度でいいのかなって思います、うん、他に情報がないなら、ね、情報知っとく分には損はないのに情報としてありがとうございます、うん、あ今あんま関係ないと思うんですけども今リアクターにいた人って誰ですか私です私あの O2 になってもリアクターの仕事ポチポチのやつ始めちゃったんでもう残ってやってましたあ分かりましたアドミンに一応作ったんで、はい、情報的には合ってます、はい、センターさんがその時出ていきましたはいっていう感じで、うんうん、エイヤさんと僕とサントスさんがロア閉じ込められサントスさんはリアクターに行き僕とミヤさんがウェポンあたりまで行ったかなそのあと、うん、見た気がする、うんうん、スナパイさんいましたペアとスナパイさんがいた、うん、まあなんかナイトミヤさんがペアになったからできなくなっちゃったのかなって見えちゃいました、うん、私視点でタスクで私がつきますね、うん、交代です、はい、ついてきてください何なんだよスナパイさん協調性がありませんスナパイさんに先生スナパイ幼稚園なのにスナパイさんに協調性がありませんオッケー、おしまい。うん、天気ここはね絶対取っちゃダメです。停電中は特に、まあね、やばいっす。魔のコーナー。平和すぎるが平和だね平和ですね誰も死んでないですねあこれはキルクールタイムとかなんかそんな感じで押しました素晴らしいいいと思います、はい、ありがとうございますあのナイトメアさんが僕はタスク終わってるからついていくだけなのにやたら僕の動向気にしてるのが気になりますいやだって見失ったとかって言われたら困るからそれは動向を確認するでしょうよただでさえ僕ザボは出てるんだからそれではぐれたとかって言われたらかまったもんじゃないし、まあ、さようでございますかまあ同行はいいんじゃないですか別に、うん、まあまあそんなに危惧することでもないのかなとタスクで終わるんじゃないかなという印象です、ねうん、ガチでいきそうっすね普通に頑張らないとダメだぞ2つ3つぐらいで終わりますはい。了解ですはい。はい。あといくつだろうあ、そうだ、俺から一つ言ってよかった。スナパイナイトメアのコンビを見かけたら、極力本当に近づかないでください。
あの僕がなるべくターゲットになるためにナイトメアさんに重なるように初手だから左にメトベあたりにすごい人がいたから僕それこそ扉閉まった時若干離れたんだけどそれでなんか動向疑ってるとかって言われてるわけじゃないよね。大丈夫だよね。そこだな。30秒経つ前だったらあんまり気にする必要ないっすよね。ナイトメアさん、はい、うん、それはそうなんだけどなんか、まあ、とりあえず人が固まってたなと思った盤面が何回かあったからそれだけです。はい、はい、うん、はい、頑張ろう。楽しく、これは楽しく終わりそうだぜ。これは高田さんがゲンさんの真似してからゲンさんが高田さんを殺した。高田さんがアイコスターだった可能性、うん、自分で死んじゃったとかもある。自殺はありえるね。ちょっかな、カメラでも見るか。カメラでキルする瞬間まだ見たことないんだよな。見たことないですよね、多分。ピンク。オラ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 、あー怖い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 、オラオラモマン元気元気元気、オラ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 、こっちが行こう、朝子さん、負けある、これ負けたんだけど。こんなことある、何もできなかった。もうごめんなさい、ごめんなさい、センタンさんの死体があったのレポート押せなかった。そう、僕もレポート光った瞬間押そうと思った瞬間に終わっちゃった。アップねー、ごめん、ありがとうございました。マジか、全然全然マジか。これ片島さん何人殺しました？一人です。ああセンターさん殺、最後にセンターさん殺したんだ。そうですえ、どこで死んだんですか？え、オツいやー、こんなことあんだな。すげえ大逆転でした。大逆転、こんだけ生きてて、はい、オツ負けするんですね。いやまあオツ意識が、人数が多いからこそ多分応答意識が低かったのかなっていう。いや、あとエレクトリカル前であのナイトメアさんにビビった人たちがあの生きにくかったっていうのもあると思うんですよね、あそこで。エレクトリカルのところで。タスク皆さん状況どうでした？僕も終わってましたね。終わりました。俺もタスク勝ちだと思って O2 を無視しちゃったんですけど、セキュリティの方のタスクやって終わりました。僕もタスク終わってない人いたのか。9人いて O2 直さず終わるって、なんか熱いな。めっちゃいい判断だな。マジ大逆転だよ。絶対に恨みと勝ったと思ったのに。最後のキルもあの、ね、でめちゃ悩んでそう。俺が O2 ってれば勝ったなーっていうのが全員にあるから悲しいなこれ。いやー、センさんが下じゃなくて先上の方行けばみたいな。いやごめん、俺ねカードリーダー残してたからね、どうしても O2 よりアドミンを優先しちゃったんだよね。いやカードリーダーが最後のタスクでアドミン終わった後カードリーダーやったんだけど、どうせオッツに間に合わないから完全に。だからそのインポスターのね勝ち筋ってタスク終わる寸前が一番チャンスだから、まさにね、他の人も多分タスク優先してただろうからうまかったですね、オッツならスタイミングとキルが。ドンピシャでスナパイさんにまんま僕の行動言い当てられてて、やっべってずっと思ってましたね僕は。十字路なんですか？いや、ロアと多分エレクトリカルとロアの入り口ぐらいで、多分畑迫さんじゃ見てるんじゃないですか。下に見てます。畑迫が見てるけど、ああ、そういうことね。隠蔽したってことだ。あ、そっかそっかそっか。ここにロアってことか。逆にだから畑迫さんが見てるからこそ僕をかばってうまい具合に偽装ができてるっていう感じでしたね。ああ、なるほど。でもスナパイさん疑わなかったのは、やっぱスナパイさんを
に見られてるからって感じですか。特に言わないのかな。タサコさん目線でスナパエさんに罪をかぶせなかったっていうのか。なんかもうシンプルに僕の方が先にエレクトリカル出てるからなんかあ寄せれなかったというか感じ。まあまあそうだ。いやでもすごかった。9人から勝つとはめっちゃすごいな。多分寺田さんリスナーのコメント見てもらえれば分かると思うんですけど、寺田さん僕につきますって言ったターンにウェポンズのダウンロードのとこ行きましたよね。うん。あれ僕あそこで待ってる間サボタージュしようと思って間違って実は弁当に入ってるんですよ。やば。え、やっべっ。マジか。3日目ぐらいか。そう。でやっべって思う。ダウンロードしてる。ダウンロードしてる間もしかして見えてるかな。わかんないけどウェポンズのだから弁当に完全に隠れてる可能性あるんじゃない？ダウンロードしてる間あると思う。いやあると思います。完全に隠れてる。じゃあだからタスクねやってる最中だったからあこれバレてないなと思ってその後のフェラゾーさんの動き見てやっべ助かったーって思って僕は弁当にしてあれ弁初手弁当はい間違えて入りました誰か。あ入ってない人。せいか。すいません、チャゲブス。あ、いやいや、全然全然。めっちゃあれって思って。スタート見返してみよう。まあ確かになんかその、弁当方向からなんか出てきたみたいな動きになってたかなってはちょっと。多分ね、なんか僕、あれみたいな、3度目みたいにしてたの、多分チャゲポヤさんしても。なんでしてんだこいつ。そうなんですよ。3度目に返して、なんだこれ、俺殺されんのかなって。いや、これはみんなについていこうと思って、リアクターに急いできましたよね。もうとりあえず最後にとりあえず1キルだけ取ろうと思ってスナパイさんをコミュニケーションあたりの通路で殺して上行こうと思ったらあれ全然O2が治んないなと思ったらハタソコさんがスルッて降りてきてあこれはキルしてくれてるなと思ってあのこの字の弁当のところでずっと待ってました。ああなるほど。いややられましたね。素晴らしい。あと1秒早くついてたら先端と僕しか行ってなくて O2 で先端が多分僕に任せてくれたんですよね。でちょっと離れたからやらないでいたらセンターが戻ってきてそこをキルしてって感じ。マジ紙一重だったな。俺トの字から上に上がってカフェテリアまで行ってからあもうアドミンカードリーダーあるっつって戻っちゃったんだよな。ごめん O2 行けなかった。いやもうこれはいい判断だ。 O2 鳴らしたタイミングとそうですめっちゃ多分 O2 鳴った時エレクトリカルに 5,6 人ぐらい確かにいましたいました。かなり運の要素もあるけどね。だって前以前 O2 に全員集まってアドミンに一人目行かなかった時もあった。運でもあるとは思うんだけど。すごい。これは素晴らしい。運もあそこから逆転するのは実力が素晴らしい。神山で終わったマジで見事。いやもう僕はもう心臓バックバックでしたよ本当に。